人類は衰退しましたは田中ロミオによる日本のライトノベル。イラストは山崎徹が担当していたが、戸部市区に交代となる。ガガガ文庫より2007年5月から刊行されていた。第1巻はガガガ文庫の創刊ラインナップの一冊。作者による略称は人体。パロディオマージュが随所に散りばめられ、一見癒し系のストーリーの中に、 作者独特のブラックユーモアを潜めた作品となっている。旧館にて、女子さんの本名と主人公の名のみが判明する以外、徹底した固有名詞の排除が特徴的である。このライトノベルがすごい。2007年17位、SF が読みたい。ベスト SF2007 国内編15位、第46回声雲賞ノミネート、第1回大学読書人大賞受賞。 2012年7月から9月までテレビアニメが放送された。人類が物質文明の哀れな末路をたどり始めて、早数世紀、人類よりもはるかに高度な文明を持つ新たな人類、妖精さんが誕生した。私は祖父の仕事を継ぐために朝廷官となり、妖精さんと旧人類との間を取り持つ役目を追うこととなる。そんな中、 クスノキの里では奇妙な出来事が起こり始める。声はテレビアニメ版における担当声優。オーディオブック版の担当声優は下部のオーディオブックの節を参照。田中ロミオ、小学館、ガガガ文庫、全11巻。表中括弧付き数字は実際には丸付き数字。オーディオブックガガガ文庫と声優事務所の81プロデュースが組んで、 オーディオブックを提供していくこととなり、2019年4月12日より行われる初回配信タイトルに第1巻が含まれている。2020年5月20日配信のオーディオブック化の第14弾に第2巻が含まれている。第1巻から第6巻までイラストを担当していた山崎が何らかの事情で続投が困難になり、戸部に交代する。期間本も飛部のイラストで 真相版として刊行されることになった。山崎の意向により、第6巻までに発表された山崎が書いたイラストに、関しては、以後新たに使用しないことが発表された。台湾で6巻まで、中文翻訳版、人類衰退の後が刊行されている。韓国で6巻まで韓国語翻訳版が刊行されている。2011年2月より、アニメ化が発表され、 2012年7月から9月まで独立局他にて放送された。タイトルロゴの漢字の下にひらがなでルビが打たれている。各エピソードの放映順は原作と異なり時系列も前後している。また、第9 1例話以外は2話完結になっている。なお次回予告は省略されている。2012年9月19日から発売。映像特典として、 OVA 人間さんの弱肉強食劇場版オーラマルーイン光騎馬最後の戦い PV 人類は衰退しました秘密のスタジオ見学完全版ノンクレジット OPED を収録人間さんの弱肉強食はブルーレイ DVD 各館収録のオリジナルアニメありがとうございます